開幕前は阿部慎之助が立つ波と互角の監督扱いされてたよな。今考えると格が違うけど、今この2人が監督やってんのか、立浪って監督できないって言われてなかった？ナンジーは誰が監督やっても叩くからみんな同レベルだろ。阿部は別に名将じゃないけど、名代打の数にこだわる立浪ほど武将ではないというだけで、巨人なんか戦力が段違いやし誰がやっても勝てるわ。巨人は阿部という腕バフ要員がいてもやっていけるだけ戦力がある。怖い OB に口出しされて余計なことをしなくなっただけなんだよな。開幕前は阪神が戦力として抜けてるって言うてる南寺移民ばかりやったで。まあ大げさに騒いで遊ぶだけで監督で勝率とかほぼ変わらんしな。実際ヘルナンデス引いてなかったらやばかったやろ。チュニは監督がタッツじゃなければ優勝争いしてたとでも言うのか。冗談はやめてくれ。戦力で言うなら途中加入全員上がりと編成がかなり有能なのは間違いないが、圧倒的戦力というものではない。阿部この10試合でマトキと2回、うち1回はグリフィンに減ってるのよな。本人が反省したか誰かに怒られたかだわ。原続投だったら筒子を獲得してウォーカーな片手ベースと3年連続3位争いしてそう。立浪チーム見てると頭変になるから見ないようにしてる。補強が当たらなかったらどうなっていたか。ご視聴ありがとうございました。